こんにちは、ハンブラです。今日は釜山の中心、チュンゴへ行きます。まずは釜山国際映画祭のビーフ広場から始めます。もともとここには映画館が本当に多かったんで、まあ、96年国際映画祭が始まった時、映画館が多いここで開催して、それがビーフ広場になりました。今は残念ですけど、大体のイベントはヘウンデで進行されています。でも釜山国際映画祭はここから始まったの覚えてください。そしてまた面白いことは、紙面に有名な俳優とか監督のハンドプリンティングがあって、好きな俳優とか監督のハンドプリント探す楽しみがあります。夜になったら屋台が多いんで、簡単にお酒飲むのもいいです。次は国際市場です。実はこの釜山中央区には国際市場、釜山広東市場、茶街市場まで規模が大きい市場が3つあります。ここは日程時代は日本人が住んだ地域だったんで、まあ、韓国が独立して日本人が残ったものと、まあ、いろんなものを売って自然に市場になりました。もともとはとってぎ市場と呼ばれて、韓国戦争の時に米軍から出たものまで売って国際市場と呼ばれました。その横には韓国で規模が一番大きい釜山広東市場があります。ここは1909年設立され、日程時代の1914年には韓国最初に27キロ最大規模の公設市場で再誕生されます。その時は釜山市場と呼ばれて、韓国戦争の時に米軍から出た缶詰とかお菓子を売って釜山広東市場と呼ばれます。昔は日本からいろんなものを取った業者が多いんで、珍しいものが多かったんです。また2013年からは韓国で最初にナイトマーケットを開けました。毎日夜7時半から11時半までいろんな食べ物を食べれます。種類も多いですし、値段も結構妥当です。まあ、市場から出ると古本屋さんが集めてるポスドン本屋老子を見つけます。ここも歴史があるんです。韓国戦争の時、今の北朝鮮から逃げてきた夫婦が米軍から出た雑誌を売りながら、この本屋老子が作られました。でもここ本屋さんを含めて話したい場所が一つあります。この階段を上がったら教会が出るんです。ここは70年8年代釜山民衆運動の中心だった釜山中部教会です。ここは釜山民衆運動の教牧、今は亡くなったチェソンム牧師が働いた教会です。特にこの写真は87年6月構想の時、当時の弁護士だったノムヨン文在寅大統領とチェソンム牧師の写真です。もしポスドン本屋老子に来たら、この教会も来てください。とにかく残念ですけど、今はこの本屋老子にある大きい古本屋さんが閉店されました。でも1回ぐらいはここに来て本を見るのおすすめです。ほな、古本屋さんを通って次の目的地へ行きます。ここには40階段という場所があります。単純な階段じゃなくて、ここにも韓国人の悲しみがあります。韓国戦争の時、ここは全国から逃げてきた避難民がこの階段の前で救護物資を売る場所だったし、また避難した時離れた家族とこの階段で会った場所でも有名だったんです。そこから戻ったら韓国銀行という書いてある大きい建物が見えます。ここは旧韓国銀行釜山支店です。まあ、日程時代の時はここに朝鮮銀行釜山支店がありました。それを撤去して63年にこれを建てました。そしてその横には日程時代に東洋拓殖釜山支店の建物があります。韓国が独立して米国文化院として50年ぐらい使われて、現在は釜山近代歴史館になりました。釜山の
近現代の歴史を見れるし、特に日程時代、当時のテチョンドン町を再現されて、まあ、時間があったら入ってみるのをおすすめです。その横には、ヨングドゥサン公園の入り口があります。ソウルに南山タワーがあったら、釜山には釜山タワーがあります。ヨングドゥサン公園はそんな高くないんで、まあ、軽い散歩する気持ちで上がってもいいです。ここにはちょっと特別な話があるんです。17世紀朝鮮時代にここに朝梁衛官ということが設置されて、日本人がこの周りに住めるんでした。その時代からもうここに日本の神社があって、それが日程時代に1916年ヨングドゥサン公園を作るとき、その神社を今の釜山タワーの位置に移転しました。まあ、今はそれがなくなって、まあ、全然見れないんですね。このヨングドゥサン公園はそんな高くないんですけど、ここから見える釜山の景色も結構綺麗です。韓国戦争の時は海兵隊の司令部がここにありました。次は釜山のランドマークだった永道大橋です。1934年日程時代に作られた韓国最初の羽根橋です。今の永道大橋は新しく作った橋です。昔は釜山を対応するランドマークだったんで、韓国戦争の時全国の避難民が家族と離れた時、有名だった釜山の永道大橋で会おうと言いながら離れました。韓国人の痛みがある橋です。昔はこの様子で、船が橋の下を通る時、橋の一部分を開けました。今も1日1回橋を開けるイベントがあるんですけど、コロナのせいで今はそのイベントがないんです。ここは釜山釜民洞にある臨時首都記念道です。ここを見る前に、まあ、紹介したい近所の建物が一つあります。ここはノムヨン・ムンジェイン大統領が弁護士の時働いた事務所です。まあ、とにかくこの臨時首都記念道には東亜大学があります。韓国戦争が全部で1129日で、その中1023日は釜山が韓国の臨時首都でした。特にこの釜民洞には当時臨時首都政府庁舎、大統領の官邸があった臨時首都の心臓部でした。そしてここは現在博物館になった釜山臨時首都政府庁舎があります。これをパッと見たら日本が作ったなと思われるぐらい典型的な日本の建物です。日程時代の時は京山南道庁舎で、韓国戦争の時は臨時首都政府庁舎、そして戦後は釜山地方検察庁、現在は東亜大学の側丹博物館として使われています。この博物館の中にはいろんな宝物が多いんです。特に安順軍医師のものとか、キムグー先生のものを含めて、まあ、いろんな宝物がありますから、まあ、時間があったらぜひ見てください。そこから出てちょっとだけ歩いたら他の場所が我々を迎えています。
ここは韓国戦争の時、釜山に逃げてきた当時イスマン大統領が泊まった官邸です。現在は臨時首都記念館になりました。この建物は日帝時代の時には京山南道知事の官邸でした。外は洋風で2階赤レンガの家で、中は畳があった和風の家でした。特に中が100坪を超す広い家です。ほな、入ってみましょう。ここが応接間ですね。まあ、当時使った家具を全部再現されて、それを見る楽しみがあります。まあ、個人的に一番面白いことは、ここがトイレなんですけど、まあ、その時代にこんな綺麗なトイレでしたね。まあ、珍しいトイレ、すごいです。官邸の後ろにいたら展示館もあります。今日の最後はアミドンヒ遺跡文化村です。ここはさっき言った通り、韓国戦争の時は、まあ、全国から避難民が釜山に来て、あっちこっち家を建てて住みました。でもここは何が特別なのか、日帝時代はここに日本人の共同墓地がありました。そしてその上に家を建てて住みました。まあ、村には遺跡がどこにあるのか見せる地図があります。まあ、全部で八つがありますけど、僕は7つしか見つけませんでした。その中の一つは地図の横にすぐあります。これは字が鮮明ですね。大正2年1913年に亡くなった誰かの遺跡なんです。まあ戦争の時は家がなかったので、まあどこでも何とかして、まあ家を建てないとあかんという、そんな痛みがあるものなんです。地図に表示される通りに、まあ、村の路地を歩いたら碑石がすぐ見えます。ここにも、まあ、階段の下に、まあ、碑石がありますね。また遊び場へ行く階段にも碑石があります。まあ、誰かの家前にも碑石がありますし、まあ、村の壁にも、まあ、碑石がこんなにあります。
ここにも壁に碑石がありますね。まあ、ここには実際に誰かが住んでる村なんで、まあ、我々あの観光客は迷惑をかけないように、まあ、静かにしないとあかんですね。またあのこの家は、まあ、全部戦争時代に建てた家なんです。多分ここにある碑石が、まあ、村で一番大きいんじゃないかなと思います。とにかく誰か知らないんですけど、この碑石村におる個人のご冥福を祈ります。これは余談なんですけど、ここ撮影終わって帰り道の階段で倒れました。みんな気をつけてください。もし釜山に来たらぜひ阿弥碑石村に来て、ここの悲しい話を聞いてください。いい経験になると思います。今日釜山中宮のいろんな場所へ行きました。ここ釜山中宮には韓国人の痛みがあるところが多いんで、ちょっと微妙な気持ちになった一日でした。まあ、うちの釜山には僕が見せるところ以外にもいい場所が多いんで、まあ、いろんな場所でいい思い出いっぱい作ってください。次は釜山最後の話でまた会いましょう。どうもありがとうございました。バイバイ。